はい。この動画では平面度の基本について解説していきます。平面度についてどういう意味かわからない。聞いたことはあるけど詳しくは知らない。具体的にどのように使われるのかはわからない。使う上での注意点を知りたいといったことでお困りではないでしょうか。この動画では平面度の定義、どのような時に指示するのか、図面上での使われ方、 使用する際の注意点を解説していきます早速ですがまずは平面度の定義です実在するどのような平面も細かく見ていくと多少の凸凹があります理想的には真、ま、ったらでやってほしい平面がどれだけ平面と隔たってもいいのかどれだけの凸凹を許容するのかを指示するのが平面度です実際に図面での使われ方を見てみましょう 直方体の平面に対する指示を見てみます。図面上側に平行四辺形の形をした記号がありますが、これが平面度を表す記号です。この図面で指示される交差域はこのようになります。前から見ても横から見ても指定された平面は間隔 0.1mm の平行な2平面の間に収まることが求められます。 どのような時にこのような平面度の指示が使われるのかというと取り付けに利用するため反りやうねりのない面が欲しいまた平面の反りやうねりは 0.1mm まで許すといった際に使われますここで注意ですサイズ交差が 10+-0.1 だったので0.2の交差幅がありますこの時上面下面のデコボコが以下のような形状も取れますが その四つの形状すべてが交差指示を満たしています。真ん中が膨らんでいる太鼓形状や、真ん中が凹んでいる包み形状のものもすべて OK ということです。平面度の指示だけでは、このような形状の制限まではできません。次の例を見てみます。このように、円筒が二つ連なっている形状です。 この時の時交際を見てみましょう。指示されたドーナツ型の平面は 0.05mm 離れた平行な2つの平面の間に収まっている必要があります。どのような時にこのような指示が使われるのかというと相手型部品と反りやうねりをなく接してほしいまた平面の反りやうねりは 0.05mm まで許すという時に使われます。 最後に似たような2つの図面を見てみます上側の図面では同じ平面度0.1の指示が断続した2つの平面に対して指示されていますこのような指示の際には指定されたそれぞれの平面に対して平行度が求められます一方下の図面でも同じく平面度指示が断続した2つの平面に対して行われています CZ という文字が追加されていますが この文字があるときは断続した2平面でやっても共通の交差域によって規制されます。まとめです。平面度とはまっ平れであるべき面がどれだけ平面と隔たってもいいのかを指示するものでした。使用場面の例として相手型部品と反りやうねりのなく接してほしいといった際に使われます。図面上では平行四辺形の記号で表されます。 代表的な注意点として平面度は太鼓形状や包み形状であることを制限するものではないということがありますこの動画を気に入った方はチャンネル登録をお願いします概要欄ではこの動画の内容を PDF でダウンロードできるリンク先を貼っていますので興味のある方はクリックをお願いします